いつもありがとうございます。おはようございます。今日ここの白杉ちゃんクジャクバットの買ったお店にちょっと行ってたんですけど、卵はね割れてしまったんですっていう話をちょっとしに行ったんですよね。なんかいい方法ないですかって感じで、そしたら巣箱入れたって言われたんで、いや巣箱鳩はないんじゃないですかって言ったら、いやあるって言うんですよ。だからじゃあちょっと見せてください、どんなんですかって言ったら、まあ見せてもらったのが、まあ結構ちょっと大きいお皿なんですね。だから、あ、これ2階ですね、僕が作った。これ2階でこうやって待機してるんです。交代制で卵は食べるんで。ただ今は卵ないんですけどね、勘違いしてあったりとかする。今ありません。それで、今一応じゃあその巣箱をもしあれだったら買ってった方がいいかなと思ったんで。見せてくださいってことで、見せてもらって。とりあえずね、買いました。例えばね、これなんですよね。だいたいもう牛、大きさで言うと30センチぐらいから。ここに、大盛り入れたら食べれないぐらいな、特盛りのお皿ぐらいですね、本当に。これ、角と比べても。これ間違いじゃないですかって言ったら、いや、これですって言うんで、こんな大きいお皿、でも、じゃあここに藁を入れるんですかって言ったら、いや入れなくていいって言うんですよね。なんか料理に使うようなお皿なんですけど、まあ一応買ってきて、ちょっと買わずに、買わないと断れない状況になっちゃったんで、若手日にちぎりにバラバラ出してきたんで、まあ一応買って今入れてますけど、こんな感じだしに入れると、ちょっとね、これだともしかも1階がほぼ巣箱っていうかお皿になっちゃってて、なんとも言えないんですけど、あとは隣の新しい部屋に引っ越してもらいたいんですけど、なかなかね、嫌がるんですよね。部屋以外にあるんですけど、ちょっとこれで本当に動くかどうか、やってみますけど、また生まれましたら報告します。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。